おお、危ねえ。ちょっとなんかこのルートで、この隙間だけで、かわせるんじゃねって思って、ちょっと挑戦してみたんですけど、ダメだったんで、おとなしく普通、おそらく普通であろう、ルートを使いました。ということで、魔女の家実況プレイ、パート2、やっていきたいと思います。前回、読むと死ぬ本でしたっけ？あれを、ここに差し込んで、追ってくる敵を巻いて終わったところですけども、これで持っていけるんだ。で、超救えなので、超救いに行こう。救いに行きましょう。よしよしよし。ほい。取って、模型を引っ掛ければ。色はわからないって言ったから、これで大丈夫でしょう。ああ。大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫ですね。ありがとうございます。ん？え？蝶の仕事終わった。あ、偉い。すごい、すごいいい仕事した。あ、猫いなくなってる。ここかな？うん。お、ほんといろいろあった。笑い話から始まり。あ、そうそうそうだ。ロープあげたあの子、あの見えない何か。何者かはどうしてるんだろうね。ええー。ロープって本を縛るためじゃないんですか？なんか動いたよね、しかも。うわー、マジかー。渡さなきゃよかったなー。そんなことするくらいだったら。うん。え、なんもないんだ。これなんか、これ踏みまくるとなんかどれか一つバシャーンってなんかバシャーってなんか 弾けるかなって思ったけど、特になかった。いやー、よーし、セーブさせてくれ。うん、赤い、え、壁に赤いものがべったりと塗られている。ケチャップ壊し怖い。待って、何が飛んできたのこれ。え、何なの？何何、歩いていけばいいの？避けながら。え、あう！三つ来たよ。わかりました。こうします。こうです。で、こう。お見事。うん。で、こっちは？あ、何？やだ。カエルは好き？普通ですね。うなずこう。あ、かわいい。あ、自分ね、探してんだ。ここじゃないの？撫でる。カエルは喜んでいる。あ、それだけね。そのアクションいるの？わかんないけど。癒し？そういえばこの家ってね、魔女の家なんだよ。ドヤー、みたいな。それは、このゲームをダウンロードした時から知ってますよ。ゲームのタイトルだしね。これは？小さな橋がある。遠くを見る。レバーのようなものが見える。橋を見る。片足分の横幅しかない。体重をかければ今にも崩れてしまいそう。渡ってみる。本当に？渡る。は？は？あい。うん。だろうと思ったよ。予想はできてたけど、多分カエルじゃないかな。うん。カエルなら大丈夫でしょう。お、初仕事。お。すごい。戻ってきちゃったよ。あ、まだ行動を共にするんだ。何？カエル万能じゃん。うわー、何？何今の？何今の？怖い。ちょっと。ん？ここは、なんだ。鏡合わせにしろ。はい。左右対称にすればいいってこと？カエルちゃん。まずこう？こういうことかな？うん。一皿待ってる。ケーキ取る。ケーキ手に入れた。ありがとう。ケーキここか。じゃあ。あれ違うの？ケーキはここにあるよね。あ、一個上か。ほい。んで？ああ。こっちは。あ、動かせる。オッケー。謎は解けた。
謎は解けたぞ。あ、大丈夫。ちょっとドキッてした。てってれ、あれ？あれ？あれ？え？なんか、え、違うの？バラの、あ、バラの数が違うとかそういう感じ？あ、違う。よく気づいた。てか、普通に机の上にあったよ。このバラを、こっちに、あげると。ほい。え、まだあんのか。まだあるんだ。えぇ？ちょっとくまなく捜索します。ん？あ、これもか。え？これでいいの？違うよね、明らかに。ん？これでいいのかな？じゃあ。ここは？スイッチ押す。うん。スイッチ。あ、いいのか、これでいいのか。え？あとは一緒だよね、もう。やめてよ。ぬいぐるみの向きが違うぜ、みたいな。そういうのやめてよ。こっちは押さなくていいかな？え？どういうことなの？あ、これか。うん。おお、セーブさせてくれ。ああ、なになになに。なに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 。君の家ではないか。家ではないのか。そうかそうか。ええこの子は？この子は？話しかけられないの？おそろー。なんでもないっす。さあ。次のドアをくぐったならば、その次のドアまでよそ見をしてはいけない。はい。わかりやつかない。お、ウィッチズ・ダイアリー、ボリューム2。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。だから、悟した。平和。平和。なんて平和。あ、そっか。振り向くなよ。絶対に振り向くなよ。絶対に振り向くなよ。猫ちゃんいるけど絶対に振り向くなよ。オッケー。多分振り向いたりよそ見をした瞬間になんかズバ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 って多分飛んでくるんだろうな。うん、やつは腹を空かせている。ん？扉の向こうに何かいる。はい。お。どうしよう。いきなりドア開けたら怖いよな。耳を当ててみよう。うん。這いずってる音がする。扉を見る。覗き穴がある。覗き穴から覗く。ぬめぬめとした黒光りした鱗が見える。マジか。うん。巨大な何かがトグロを巻いてる。これはおそらく蛇ですな。蛇か。蛇だな、これ。ん、え？怖い怖い怖い、まだ見たい。行っちゃったよ。めっちゃ遠回しになんか、遠回しな書き方、テキストだったから、多分蛇ってこと隠してんじゃないかなーって思ったら、もう行っちゃったよ、普通に。失礼しまーす。あ、はい、すいません。すまん、カエル。これしかないと見た。すまん！カエルは嫌がってる。考えさせてくれ。ちょっと考えさせてくれ。何か別に方法があるはずだ。何か別に方法があるはず。なかった。すまんな。失礼するぜ。あ、
なんか、めっちゃ普通。大きな亀裂がある。帰るー、すまん。あ、なんか出た、今。うえーい。なに、今の。あれ、なんだったの？さっきのなんだったの？なんかやばかったよね。蛇の体の中的な、なんか、そんな感じだった。猫の像がある。そうですか。ん？なんか今動いたかな？猫の像がある。猫の像がある。猫の像がある。あ、そうか、そうか。俺動かしてないよ。ビオラちゃんを。ビオラちゃんが今、自動で動きましたよ。なるほど。この茶番にもちょっと、あれな感じか。猫の像がある。ちょっと可愛い。ちょっと可愛かったな。可愛かったな。可愛かったな。怖かったな。片目を閉じるのがいい。あ、そうなんだ。ん？うん。大きく開かれた口の絵が描かれている。はって進めるほどの小さな穴が開いてる。やめる。ちょっと片、これを目閉じてる。両目閉じてる。ああ。なんか、絵本でありそう。プリクラとかでなんか、遊べそう。閉じて閉じて、はあみたいな。え？どういうこと？どういうことだろあ、そっか。ラッキー。おー、なんか見てる。めっちゃ見てたん？なんだこれ。オイル工場だっけ？なんかスーパーマリオ RPG で、こんなのがあった気がするんですけど。こんななんか雰囲気のね。うん。うわー、意味深だな、うわ、なんか痛いよ、今。とりあえずセーブ。いやー。この階は静かだね。そうだな。4つの部屋で音を鳴らせ。音鳴らす前にさ、これ何？あ！大体見当はついてた。おもちゃの銃を持った兵隊の人形がある。そうかそうか。これは？うん。ん？豪華な、ああ、施された。グランドピアノ。楽譜立てには何も置かれていない。弾いてみよう。弾かれた。もうちょっと、もう10秒ぐらい早く言ってほしかったな、それ。瞳の研究という本がある。読もう。瞳の色は人によって違うものである。特にこの地方の女性の瞳の色について以下のことが分かっている。ほうほう。彼女たちは髪の色によってそれぞれ瞳の色が異なる。髪の色は、銀、黒、金、赤の4種類であり、瞳の色は、茶、緑、青、赤の4種類である。銀色の髪の女性は赤い瞳であり、茶色の瞳の女性は金髪か赤い髪のどちらかである。なんかすごいメモった方が良さそうだけど、どうだろう。4つの部屋で音を鳴らすんですよね。とりあえず、部屋を見ましょうか、まずは。ドレッサーがある。ドレッサーがある。あ、ちゃんと映る。かわいい。洋服がけ。うん。食器棚。ティーカップとソーサーがある。あー、なんか今人が通ってった気が。オルゴールは12で鳴らせ。はーい。何なんだろう？わかんない。よくわかりません。12って時計の方向かなーみたいな感じで思った今。でもよくよく考えたら斜めからいけないよね。しかも12じゃないしね。9ぐらいかな。四角形だと。な、箱は開かない。ほーん。へー。こっちからは？開いた。
それから、この家に遊びに来た友達、みんなこの家に食べさせた。でもまだ足りない。何が？なんか今動いたよね。動きましたよね、今。え？どうしちゃったの？君。赤く染まっちゃったよ。え？特にヒントは、ヒントというか、音を鳴らせばいいんですよね。さっきのオルゴールはそのまんまにしてよかったのかな？果たして、楽譜は青い目が見つめている。ほう。叩く。あまりいい音はしない。ほい。なんかちょっと、ちょっとおとなしめかな？あー、ダメか。この子は。はい。ん？なんか普通だなぁ。あ？なんか、いい音鳴ってる。ね、これ。ちょっと、ターンしながら、ちょっと一回転回って。え？え？なんで開いた？叩けない。待って。謎解きだったの、これ。え？待って。トランプのカード。これは？なんか、銀色の髪が、なんか、瞳がどうこう、みたいな、なんか、そういう謎解きだったのかな、今。あ。なんか、ごめんなさい。なんか、遊んでたら、やっちゃいました。植物か？何を唐突に言うんですか、あなたは？鏡か？なんかすごいみんな唐突に言いますね。女性か？私は太陽でもあり、砂でもあり、鳥でもある。私とは何か？なんか哲学っぽいな。男性か？とりあえず全部見ましょうか。時計か？赤か？赤？ん？太陽と砂と鳥？え？植物でもない。何か関係性があるものだよね。この三つで。あ。お、当たった。太陽、時計ってあるじゃないですか。太陽は日時計。砂はそのまま砂時計。で、鳥は鳩時計。っていう単純ななんか考えだったんですけど。果たしてこれが合ってたのかはわかりません。合ってた。やったね。王女のネジ？ついてる。あと三つかってことは。王女のネジ。オルゴールは12。え？これで鳴らすのかな？じゃあ。タン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 。あ、ちょっとなんか距離がなんか置いた感じになった。すごい。これは見たな。この部屋にいるとちょっと近いのかな。あ、緑色の瞳の少女。あ、これもヒントになったのかな。ここも。何今。え？血まみれの自分。何？え？え？あ、ランダムなの？ちょっと待って。え？まあ、いいや。ああ、落ちた。多分、え？あ、そういうことか。12ってトランプ。クイーンか。じゃあ、王女のネジで回して。これでもう OK ってことかな。じゃあ、出てみよう。おー、当たってた。どういうことかよくわかんないけど、セーブします。こっちに、多分、ここが開くんだよな。
ん？何？四つの部屋で音を鳴らせ。うん、はい。今頑張ってます。四つも部屋？あ、そっか。じゃあ次はここで何かをしなければ、何かアクションをしなければいけない。ってことですよね。楽譜は青い目が見つめている。あ、ちょっと確認してきまーす。はい、ということで、多分これがヒントじゃないかな。銀の髪の毛は確か赤い瞳。だから、金か、この赤の子が確か、あれでしたよね。どっちかが、茶色の瞳。で、このビオラちゃんが鏡を見たとき、緑の瞳がどうこうみたいなテキストが流れていたので、金髪の子は緑の瞳って仮定しちゃっていい。緑で茶色。だから残るとこうなるんだよな。つまり。あ、当たった。やったね。おー、やったー。うわー、ごめんなさいでした。